どうも、ビーレジェンド上野です。そしてあなたは、リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八島です。お願いします。お願いします。今日は八島トレーナーと、一緒にちょっとお話をしていこうと思うんですけど、はい、八島トレーナーはなんかこの間賞を取ったそうで。はい、取ったのかな。賞取ってない。取ってはないのかな。でもいいところまで行ったそうで。まあまあ。何についてのどういったグランプリというか、そういうのに出たんですか。ですね、第51回ミス日本コンテストっていう、はい、ミス日本、はい、出場してまいりました。うちの会社には実はミス日本で、そのどこまで行ったんでしたっけ。一応ファイナリストっていうところまで行って、全国の、私は一応西日本地区代表みたいな形で。総エントリー数でいうと何人くらいのものなんですか。ですね、2500人2500人くらいの中の上位13名がファイナリストです。おお、2500人の中のもう頂点13人の中の1人がうちの会社にトレーナーとして実は在籍をしております。ケージがあるので持ってきたんですけど、難しい。これはミス日本はまあなんかこういう業界にいると、例えばベストボディジャパンとか、そういうボディメイク系のこういう、なんか大会はあると思うんですけど、根本でかなり違うんですかね、やっぱり。そうですね、一応ミス日本コンテストはその外見、内面など全部を含めたその美しさというか、を競うので、結構勉強会とかで何かを勉強したりとかっていう機会が多かったです。あ、勉強会があるんですか。はい、何の勉強するんですか。でもいろんな勉強会参加させていただいて、うん、もうそれこそちょっとしたエクササイズから、ダンスからダンス、ちょっとその日本の文化を学ぶっていう意味でお茶の授業があったり、いけばなの授業があったり、なるほど、思いきや国史みたいな、その日本について学ぶみたいな勉強会もあったりとかです。うん、じゃあやっぱり体だけではなくて結構頭の脳みその方を、問われる、大会なっていうことですね。でもそのダンスとかで言うと、もともとそれこそここに来る前は何をしてたんでしたっけ。元バレリーナです。元バレリーナ、はい、元バレリーナっていうところで、その辺はちょっとアドバンテージがあった感じはあるんですか、ダンスとかで言うと。そうですね、まあ、体を動かすっていうことは好きなので、うん、まあ、苦手意識とかはそんなになく楽しみましたね。すごいですね。こう何かしらその、まあ、コンテストに出るにあたって、自分自身でここはを武器にしようっていうのを思って多分出られてたかなと思うんですけど、その辺はどういうふうに考えてますか。そうですね、まあ、まずその人前に立つっていうことはやはりその大勢のお客さんの前で一人で舞台に立って踊ったりっていうことをしてたので、そんなに抵抗が実はあんまりなく、なの でしかもそこでその今トレーナーとしてお仕事させていただいてて、まあ、体は一応鍛えてるので、そういった面でもその自分もお客さんとかの周りの人に見てもらうっていうのは結構自分の中で好きだったりとか。あ、なるほど。っていうところがあるので。確かにね、なんかこうステージに立ってそこで振る舞うっていうことはいきなりできないし、それまでの場数ってすごくあるかもしれないですね。そうですね。なるほど。じゃあちょっとトレーニングの話に少し移りたいと思うんですけど、そのミス日本に向けてこうちょっとその今までのトレーニングを変えたとかっていうことあるんですか。いや、そんなに大まかに何かを変えたっていうことはないです。ただその勉強会で結構いろんな、まあ、レポートを提出しなかったりしないといけなかったりとか、で時間が以前よりやっぱり限られてきたので、前まではこう例えば足の日、胸の日みたいなのがあるんですけど、とかって分けてたのをちょっとギュッとして、まあ、逆にトレーニング頻度はちょっと落ちたんですけど、その1回のトレーニングでギュッとまとめるようなっていう風にもしてました。なるほど。結構トレーニングの、まあ、言ってしまえば効率化みたいなのを図って、ね、で他の、まあ、科目じゃないですか、そっちに。あ、なるほど。まあ、そういう考え方は結構ね、今ちょうどこれが4月で
環境が変わってとか、お仕事が始まってとか、学校が変わってとか、そういうことがある機会だと思うんですけど、その中でこうトレーニングの効率化だったりっていうのは一つテーマになる方もいらっしゃるかなというところで、その辺はすごく参考になる話ですね。なんかもうここからはちょっとすごくそのなんだ個人的な、はい、興味ゆえの質問なんですけど、やっぱりそのミス日本ってなると、まあ、女性の戦い、女の戦い、なんかステージ裏でこうバチバチしたりとかっていうのはあったりするんですか？いや、それが全然なくて。おお、そうですか。私もちょっと初めて行くまでは緊張というか、どんな子がいるのかなっていうのはちょっと不安だったんですけど、本当みんな本当にいい子たちばかり。ね、流れてるからとかじゃなくて本当にいい子たちばっかりだったんで、みんなも 今でも結構仲良くさせてもらってます。じゃあまあそういう中でね、そもそもそこでやっぱりこう敵意むき出してバチバチしちゃう人はそもそも残れないよね。その辺はやっぱりちょっとある程度こう気持ちの面で達観されてる方が残ってると言ってもいいのかなと。ちょっとまあ個人的にはその辺多少バチバチを期待してたちょっと下水とこもある手前なんですけど、まあでもそれはおっしゃる通りかもしれないですね。そうなんですね。これからじゃあちょっとこれからの話なんですけど、はい、まあ今ミス日本でかなりいいところまで行かれたじゃないですか。まあなんかそういうまあ何かしらのコンテストも含めですし、ご自身のまあトレーナーとしてのキャリアもそうだと思うんですけど、これからなんか目指したいものとか目標とかっていうのはお持ちだったりするんですか？そうですね、今のところ具体的に例えばこの大会に出てこう賞をもらいたいみたいな、そういった目標とか夢とかっていうのは今のところ考えてないんですけど、まあまあすごい大雑把というか大まかなところとしては、やっぱりこの女性がもっとなんていうかトレーニングと近くなれるというか、っていうようなことを、まあ、どんどん私もトレーナーとして提供していただいてしていけたらなって思いますし、でも例えば私だとバレエずっとやってたっていうのもあるんで、まあ、そういったこともちょっと活かしながら、まあ、お客さんにそのトレーニングとか、まあ、バレエとかっていうその体を動かす楽しさとか、まあ、トレーニングを通じて得るものっていうものをどんどんこう伝えていきたいというか、っていうのは軸としてあります。そうか、かなりこう、まあ、目指していくミッションとしてはかなり高いし、それは意義として非常にあるなと思うので、頑張ってくださいとは言えるんですけど、こんな感じですね。で、今だとセッション的に言うと、まあ、メインが女性で、この大和高田の本店でされているっていうことで、はい、分かりました。じゃあ、今のも女性ですね。今は女性のミーターをさせてもらってます。であれでしたら、まあ女性で、ちょっとその辺ボディメイクなんか気にされている方がいらっしゃいましたら、リアルスタイルフィットネスクラブの、高田店ですかね。高田です。高田店に。たまにダーラントにもいます。あ、なるほど。お問い合わせいただけたらと思います。今だとどれくらい遠い方、クライアントさんで結構いろんなとこから来てる方いらっしゃると思うんですけど、どの辺から来られてるんですか？近隣もそうですし、一番遠い方だと遠い。大阪から通ってくださる方もありますね。なるほど。まあ、今だとその高速もそうだし、まあ、電車も割と奈良意外と大阪近いですしね、そういったとこからも全然アクセスできますので、気兼ねなくご連絡いただけたらと思います。もしね、こういうことを八嶋トレーナーにさらに聞きたいということがありましたら、下のコメント欄、そう、こういうことするんですね。そうに入れていただけたらと思いますし、まあそれ以外でもこう聞きたいことは、まあ一旦 YouTube でコメントいただいて、八嶋トレーナーに渡していって回答ということも、全然やぶさかではございませんので、どんどんコメントいただけたらと思います。で、概要欄には、リアルスタイルフィットネスの URL も貼りますので、セッション興味ある方はそこからアクセスいただければと思います。で、今回の動画良かったなと、八嶋トレーナーが綺麗で明日も頑張れそうだなと思う方はグッドボタンもいただいてよろしいでしょうか。はい、というわけで、今日はこれで、終わりです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。